簡単に言うとですね、何の本なのかというと、現代のですね、世界観を実は批判する本なんですけれども、ですね、簡単にはいかないというか、いや実は簡単なことなんですけれども、哲学ってですね、難しくないんですけども、でも難しいことがあるとすると、理解できたと思ってしまうことなんですね。実は言葉自体はすごく簡単なわけですね。哲学って昔からある、学問としてはすごく古い学問なので、というかですね、そもそも哲学は古い学問だということ自体がですね、そもそも哲学は何かというところから始まるわけ で日本語でいう哲学とですね、ヨーロッパ語とかアラビア語でいう哲学が同じなのかなんていう話から時を起こし始めると随分長くなって、一応ですね、イスラムから見た哲学という本を実は今書いてましたけども、書き終わっててですね、来年の1月頃に出ると思いますので、それはそれでですね読んでいただければと思うんですけれども、古い学問であるというのはどういうことかというとですね、古いわけですから、当然今のようなですね科学とかが発達しない時代の言葉でもともと語られているわけですね。ですので日常的な言葉で、日本語はですね、何でもその翻訳するときにですね、難しい専門用語を作るので、日本語で読むとですね、ややこしく見えるかもしれませんけども、基本的にはヨーロッパ語でもそうですし、アラビア語だともっとそうなんですけれども、日常的な言葉で書かれているわけですね。ですので、パッと聞くと理解できるわけなんですが、でも実はそこに盛り込もうとしていること、特に私の場合ですね、一言がですね、今皆さんが普通に使っている言葉と違うわけなんですが、じゃあそれを説明先にですね、じゃあ定義すればいいのかっていう話になると思うんですが、そうですね、普通ですね、もともと厳密に言葉を定義して使わないといけないっていう議論が結構あるわけですよね。これなんかは私なんかの学生時代に読んだですね、マックス・ウェバーとかでもですね、今度は嘘だよというかですね、そんなことできないんだよというのを言ってるんですけども、でも今やっぱり今なんていうか、むしろ今になってそれがむしろ強まってるんですが、定義をするにはですね、当然ですけども、なんか別の言葉を使うわけですよね。でその別の言葉もまた違ってるっていうね、だから全てが違っているわけなんですよ、というね。なんでですね、例えば今とかですね、私とかですね、何々するとかね、そのレベルで全てが違うんですね。なんでですね、定義のしようもない、定義をしていってたことがそれ自体がまた違ってっていうふうになっていくんですね。だからなんとなくですね、狐につままれたような話を聞いているうちにですね、少しずつもやが少し晴れてくるというですね、そういうものであって、ということがですね、なんでですね、それをごまかしですね、分かるところから、話していくというような書き方をしているのですね、この本もですね、本当は私は1から積み上げて書いていくのが好きなタイプなんですけども、それやってると1の部分だけで、ね、本当に一冊の本になっても終わらないっていう、これも次の出る本の宣伝ですけども、神論っていうのは神って神ですね、神論というですね、本がもうすぐ、出ます。ちょっと数日前にですね、思いついてですね、真神論にしようかと思ってです、その真をカタカナで書いてるでですね、結構それがいいんじゃないかなと今思ってるんですね。これ日本人的ムーブとして世界に広めようかと思ってです、ね、いや もともと真神論の前にですね、今別のところで書いてる本で、そこでも結構流行らせようとしてるのがですね、ネオムガール主義ってですね、なんかわかります？わかりませんね。多分世界ではある程度使われてるんです、ネットで検索するネオムガリズムとか読むとですね、一応ちょっとだけ出てきます。でもちょっとしか出てきません。
で、あのこれは、まあ、もちろんネオはネオなんですね、新しいネオですね。でムガリズムというのはですね、私の時代はむしろムガールということが多かったんですけど、ムガール帝国っていうですね、あの名前は知ってると思いますけどね、あのインドのですねムガール帝国ってありまして、それと、まあ、でも最近だと ムガールという書き方の方らしくて、それをくっつけたのがネオムガリズムなんですね。と言われても全然わかんないでしょ。何を言いたいのかですね。これはですね、実はあのタリバンのことなんですね。タリバンの話ですね。これが実はですね、あのネオムガル帝国であってですね、あの、タリバンこそが、インドは大陸から中央アジアを支配すべきというですね、そういう議論なんですね。で、これをネオムガリズムというふうに呼んでたんですけども、これをですね、あの、せっかく日本人に生まれたんだから、ムガル軍という名前にしてですね、世界に広めてですね、いや実はあの深い日本語だったんですけど、この真には新しいとかですね、真実とかいろんな意味があるというようなことを書いてですね、あの世界を征服しようと思ってるんで、まあ、まあ、どうかですね、まあ、その真論ってですね、そちらの方でですね、あの、これでかこの後書きで書いてあることをですね、ずっと延々とあの身も蓋もない理論を繰り返してるんですけども、まあそれでですね、でとりあえずのステップ1の部分ではですね、あんまりその哲学的な背景とかがなくてもですね、なんとなく分かるような具体的な話をしていくということなんですけれども、あの、一番あの、本の構造というかですね、どういうふうにできているかというとですね、まず、まあ、さっきも言った通りの 近代 の世界観の批判なんですけれども、じゃあそもそもその近代の世界観とは何かというとですね、基本的には科学主義だというですね、科学主義と、まあ、あの世俗主義というかですね、まあ、そういうものであると基本的にはですね、といってもあの世界観とかですね、あのいう言葉は、まあ、非常に曖昧な言葉なわけですね。あの、あまあそうなんですね、曖昧ですよね、曖昧なんですね。いやその近代あるいは現代の世界観を批判するとか言ってもですね、でその現代の世界観って何なのかとか言われてですね、でそのじゃあ、その批判が全てに当てはまるかというと、まあ、当てはまらないというかですね、そもそもその、現代、まあ、現代でも近代でもいいんですけど、その世界観っていうのがですね、まあ、あるとしてですね、じゃあそれあの現代の世界の人間が全て信じてるのかって言ってそのことはまずないですし、あったとしても分かりようがないですよね。そうですよね、そうですね。ただそう言ってしまうとですね、あの別にあのそれ、現代的世界観に限らないわけですよね。あの今、まあ、この、集まりに来てくださった方は、まあ、哲学とかに興味がある方だと思うんですけども、今あの一番ですね、世界で流行っている哲学者って誰だと思います？マルクス・ガブリエルって人なんですね。これなんですね。バカですよねって言われて思うんですけれども、まあ、バカだから流行ってるんだっていう気をするんですが、彼の、まあ、あの、なんていうんですかね、人目をというかですね、人を驚かすようなあの主張が世界はないっていうですね、世界は存在しないっていうですね、まあっていうまあだから何とでも言えるんですよ、言えるんですけども、世界なんていう全体はないっていうですね、うん、いうことを言ってるんですね、うん、まあそれはそうなんですけど、ないってないですね、ないってないってあるってあるんで、それは何だってことですね、人間だってですね、人間なんてないってないわけですよね。そうですよね、まあ、その話もこの中にもかなり出てくるんですけども、じゃあ人間って何だと思います？どうだったかなんか、はい、いや別にあの正しいことってないですから、だからなんか言う誰かいません、じゃあ神ですかね、神、いや、まあそういう言い方もできるんですけども、ですね、言葉を持った動物、というのは古典的な定義ですよね。そうですよね。なんですが、私自身はですね、人間って私だと思ってるんですね。私が人間である、だから私が人間でないっていうことです。私以外のものがですね、が私に対して、ね、お前は人間じゃないって言われてもですね、いや違う、私がそう人間なんだっていうんですね、私だと思ってますけれども、まあ実は結構難しいんですよね。例えば言葉を持った動物とかいうのでもね、まあ、そもそも言葉って何かっていうとですね、あの、どこまでが言葉かっていうのはね、あの当然議論あるわけですよね。あの動物の言葉とかね、ありますね。じゃあそもそも、じゃ言葉喋れない人間は人間じゃないのか。
というとですね、どう思います？人間だと思うんですよね。でもじゃああのじゃあ なんでそのものというかそれを人間だと言えるのかというと、なんか他の根拠があるわけですよね。でもそれを考えているとなかなか難しいんですよね。あの例えば DNA とかで定義できるじゃないかとか言えるかもしれませんけども、あの DNA だけあってもですね、じゃあ DNA だけで、ね、取り出してですね、これ人間かって言われたら人間じゃないわけですよね。なので基本的にはあの人間のような形をしててですね、というのがですね、まあ、あの基本的にはですね、一番あの、まあ、そういうことは、それはむしろあの新論の方に書いてあるんですよ。というわけで、まあ、そのレベルからですね、ですのであの、それは曖昧だから違うって、そんな議論はダメだっていう議論はですね、実は、まあ、何にでも当てはまるんで、あの、正しいがゆえにあまり意味がないんですよね。なんであの文化とかですね、文明とかいう概念もそうですし、あるいは日本語とかですね、あの言語でも何でもいいですけど、だからそういうあの批判はしません。しても仕方ないって、ね、あの、でも正しいんですけどね、まあ、それでですね、まあ、なので一応ですね、現代のそのまあ世界観というのがあるというような前提で話をしていくとして、じゃあその、現代的な世界観のですね、のまあ中心的なテーマは何かというとですね、あのまああのまず科学ですね、科学に対する信憑というかですね、科学に対するその信仰というかですね、そういうのは非常に強いわけですね。まあ、私自身ももちろんそうですね、基本的にはあの、科学的だというかですね、あの、ものを信じるというかですね、というふうにあの基本的には信じているわけですね。我々の時代ってですね、あの鉄のアトムとかの時代なんですね。心優しい、ラララ科学の子というかですね、もうそういうのがあの 頭に転納されてますので、科学って正しいもんだというふうに、まあ、思ってるわけですけども、でもじゃあ科学って何かって言われるとですね、これも当たり前ですけどまた難しいわけですよね。というかですね、まあ、そもそもあの、まあ、ともかく大学っていうのを作るためにですね、あの大学っていうのはなんかあの、一つのものを教えているというか、何かの共通の属性があるはずだということですね。科学ってですね、なんで人文科学とかですね、社会科学なんて言葉を作ってしまったもんでですね、あの一応文学とかも科学に入れられちゃったんですけども、あんなも科学じゃないですよね。というふうにですね、私は思いますというか、卒論でですね、あの、まあ、私はイスラム研究なんでですね、イスラム研究をの、まあ、卒論を書いたんですけども、まあ、イスラムというか、まあ、思想研究としてのイスラム研究ですね、ということで書いたんですけどね、思想研究は科学でないとですね、あのやっぱり書いてですね、むしろどっちかというと芸術に似てるというですね、いうふうに書いたんですけども、まあ、今でもそう思っています。どちらが正しいとか価値が上だっていうんじゃなくてですね、科学ではないというふうに思いますけれども、といってもですね、もっとあの、まあ、誰が見ても科学という自然科学ですらですね、あのだいぶ違うわけですね。分野って全然違いますよね。分野って全然違うし、で、まあ、でももっと それよりもまあ重要なのは数学ですよね。数学が科学なのかどうかっていうね、まあ、基本的には科学じゃないんですけれども、でも科学的だって言われていることのかなりの部分はですね、あの、なんとなく我々が思っていることのほとんどの部分は、なんか数学で表されているものなんですよね。なんか数学的にですね、定量的に表されてるんですね、なんかすごいあの、数式があるとですね、科学的だと思ってしまうというですね、まあそういうものなわけですね。ただしこれはだからあの数学って言ったら実は科学じゃないんで、あのそこの部分はなんか科学の本質じゃないんですね。むしろあの、数学は基本的にはあの論理学の一種というかですね、そちらの方に近いものなんで、記号の学問なんでですね、これはあの、事実に関する学問ではありませんので、ここは実は科学と実は関係ないんです。関係ないということですね、本質ではないんですね。じゃあ本質は何かというと、あの目に見えるというかですね、観察できる科学がですね、まあ、科学を何でやってるかも本当に、ね、いろいろあるんですけれども、あのまあ、未だによく使われるのがね、あの、反証できるっていうですね、あの実証できるっていうですね、まあ 実証できるというこ、まあ科学というのは、実証できるんであると、だ誰でもできるっていうですね、あの他の人間でもですね、そこに書いてある手続きを踏めばそのことができますよと、あなたの自分の目で見れますよってですね、これが、実証ということであって、まあ、古典的な定義ですけどね、実証であってですね、それができるのが科学であると、これがまあ基本であって、ところが実際にはですね、実証というのはあの絶対にできない、絶対にできないというのは、あの実証できることって個別の例なんでですね、
いくら個別の例があってもですね、それが一般法則であるってね、必ずですね、それが、何億回やろうとですね、必ずそうなるっていうことにはならないわけですね。でも何億回もやってですね、大体全部当たってればですね、大抵の場合はそれが正しいだろうというふうに思うっていう、もちろん間違ってる可能性あるんですけども、っていうのはですね、もともとの一番最初のその実証主義の初めだったんですけども、でも今言った通りですね、論理的におかしいわけですね。ですから、じゃあ何ができるのかというと、反証法ができるって間違っていればですね、一つでも間違った実例があればですね、これ間違ってると言えるんで、反証ができますから、これが反証主義ってやつですね、カール・ポーパーっていう人が言ったんで、いまだにこれが結構惹かれるわけですけど、これで実はでもこれも間違っててですね、間違っているというのは今の科学哲学とか哲学の方では当たり前という常識なんですけどね、実際の、皆さんでもですね、これは自然科学じゃなくてもそうなんですけれども、反証例が見つかった時にどうするかというとですね、当然知らんふりをするんですよね。とりあえず知らんふりをします。なんかミスがあったんだろうとか言ってですね、とりあえずですね、いちいちそれで反証例と思われるものが見つかった時にですね、理論壊してたらですね、最初の場合はうまくいかないんですね。というか、なんで知らないふりをするこれなんか知らない用途が入ったんだろうとかですね、なんか実験に不備があったんだろうとかですね、なんかね、そういうことを言ってですね、ごまかすんですね。これはもう自然科学でも人文科学でもそうです。当然ですね、そんなことしないというのが建前なんですけど、実はそうやってる、自然科学でもそうなんですね。それもあるしですね、もっと難しい話をするとですね、理論不可っていうのは、何を観察するには、そう観察するには、その観察を成り立たせている枠組みがあるとかいう、そういう難しい話なんですが、そんなこと言わなくたって、実際にやってることを見れば分かるわけですね。誰だってですね、ネットの議論なんかでもですね、論破とか言ってますけど、あんなことは絶対ありえないんで、どんな反証例ができてもですね、なんかごまかせるんですよね。それ私は科学は素人ですけど、それでも読んでてもですね、明らかにそういうのがいくらでも出てきてですね、それは本人たちも科学者でも認めててですね、とりあえず反証例が出てきても、他にですね、じゃあそれに変わるものがない限りは、とりあえずはそれでいきましょうというですね、反証があるのは当たり前なんでですね。でも、それよりもですね、もっとですね、もっと納得いきそうですね、もっともらしい議論が出てくるまではですね、いくら反証があってもですね、それを使っていこうというのが科学なんですね。というような話なんですけれども、とにかくですね、反証にしろ実証にしろですね、それが成り立つというのは、実はまず見えることなんですね。これを見ればわかるだろうってですね、今言った通り、その見えたもの自体にいろんなその、枠組みがあるというのは別にしてですね、とりあえず見えたものはあるって言うんですね。でそれはもう誰が見ても見えあわるあわかるだろうというのが、これが科学主義の一番の基本なんですね。今ここにいる私が目の前に見ているものはあるんだって言うんですね。でないものはないんだって言うんですね。これが全ての実証の基本にある。これが実は現代の世界観の一番の基本なんですね、というふうにですね、私は思っています。でこれはですね、非常に当たり前ですけど、説得力があるわけですね。説得力があるというのはもちろん、現代の我々がそういう教育を受けているからというのもあるんですけど、それがなかったとしてもですね、大体動物でもですね、目の前にあるものは多分見ててですね、それはあると思ってるんですね。目の前にないものはないと思ってるわけですから、かなりのところまではですね、普遍的に、そう思ってもおかしくないというね、いうようなものだと思いますけれども、でも実はこれはおそらく間違っているということをですね、延々と書き続けないとですね、実は我々の生活自体っていうかですね、成り立たせて全ての認識が全ておかしくなってしまうというようなことを実は、言いたいんですけれども、そういうことをですね、こうやって語るのはなかなか、めんどくさくてみんな読んでくれないんですけど、とりあえずは簡単、そういうことは分からなくても分かるような話からしていこうなんで、基本的にはそれだったんですね。最終的にはそういうものを全部解体していってしまってですね、そこに何が見えてくるのかというようなことなんですけども、そうするとですね、自分も存在しないし、思考も存在しないし、自由も存在しないし、そういう話になっていくんですが、それが何か楽しいのかと思うかもしれませんけども、実は結構楽しいんですけども、それでですね、一番、最初にですね、出てくるのはですね、人間何をしてもいいというかですね、いう話、人間何をしてもいいって、
思いますか思いますかっていうかですね、今のですね、その科学の話、なぜ科学の批判をしているのかというと、実は、科学の中にはですね、何かをしなければならないとかですね、そういうことは入ってこないっていうね、このことを言うために実は科学の批判をしているんですけども、これは科学という以前にですね、多分小学校ぐらいでも、私の時代でも習ってますけども、事実と意見は違うんだってというのですね、小学校の時から習いますよね。で、例えば、なんでしょうね、これは飲んでいいのかな、そうですね。そうですね、いただきます。お茶は美味しいとかですね。のは、これは意見。お茶は液体である。これは一応事実であるというですね。これも実は批判していけないけど、批判できるんですけど、一応そういうものがですね。で、一応そのお茶は液体であるというのは、これは実証できるというふうに実際液体と固体とですね、気体とですね、区別するの結構実際に科学的に説明すると大変なんですけど、でも一応ですね、なんかですね、なんていうかね、形がなくてですね、こんな、なんかね、揺れてるしですね、これは液体だろう、それはもうみんな見ればわかるでしょうっていうですね、そういう話ですね。ところが、で、それは基本的には、全員が合意が成り立つってみんながですね、というのが、建前ですね。事実というのはみんながですね、客観的に、認められるものが事実であってですね、意見というのは、その人の主観的なものであると。美味しいというのはですね、いやあんまり美味しくないんですけど、美味しくないですけどね、私甘いものの方が好きなもんでですね、でも甘いものな食べすぎる、飲みすぎるのは非常にまずいというですね、それでお茶にしているわけです。ともかくですね、美味しいとかまずいのはですね、その人の主観によるので全部違うというですね。で、それで、じゃあ良いとか悪いとかですね、善悪というのはどっちに入るのかというと、これは、意見ですよねというのはですね、科学を信じてればそうなるはずですよね。科学的にですね、あるとかないとかですね、観察によって決まるもんじゃないというか、そもそも、何かが善であるというのを、実証する、あるいはそれを支えるというかですね、それを示す事実ってそもそも何なのかってね、例えば何でもいいんですけども、ここでですね、そうです、何でしょう、例えばですね、このまま帰ってしまってですね、お金だけ取るとかですね、それはきっと悪いことだろうというふうに、私も思いますので帰らないわけですけども、思うわけですが、じゃあですね、私がここでですね、お金だけ取って帰るという それが、観察できればそのことが悪いってことが、証明されるのか、違いますよね。私ここ帰ってですね、お金だけ持って帰ってもですね、それは そのことがそれは事実なわけです。お金持って帰ってもですね、でもそれが悪いということは別に そこからは言えないわけですよね。別にそれいいじゃないかっていう人がいてもですねというふうに思うですね、それは別の話なわけですよね。別にその人を殺しても何でもいいんですけどね、例えば今随分話題になっているですね、ジャニーズの性加害の問題とかですね、いろいろあるわけですけれども、そもそも事実関係自体よくわからないわけですけれども、それがいいと思う人もいればですね、悪いと思う人もいても全然おかしくないわけですよね、というようなものなんでですね、そもそも善悪っていうのは それが、善であると言えるために 何が言えればいいのかっていう、それすら観察、何を観察すればいいってね、それすらわかんないわけですから、これは客観的には存在しない、主観的には存在するわけですね。実際ですね、絶対許せないとか言ってる人がいっぱいいるわけですよね。だからその人の中ではですね、そのジャニーズ問題でも何でもいいですけどね、あるいはその統一教会でも何でもいいんですけども、あんなのは絶対許せないと言ってる人間にとってはですね、多分主観的にはそれは悪なわけですよね。なんですけども、それはその自分だって私は悪だと思うんだもんとか、ね、許せないんだもんとかですね、それがそれを支える事実であるのとすれば、でもそれはその人がそう思っているということでしかなくて、他の人は別のことを思うというですね。だからこれは主観的な事実ではあっても客観的な事実ではないというですね。科学を信じればそうなるはずであるというですね。ところが、実際そうなわけですね。科学の中には善悪というのはない。どこまで行ってもですね、ないわけですね。下の方に下がって、下の方っていうか、ちっちゃな方に下がっていってですね、量子の世界に行ってもですね、
量子力学とかだからですね、その善悪で動いてるわけじゃないわけですよね、うん、人間にとって不便だからこんなことやっちゃいけないとか言ってですね、量子が動いてるわけじゃないわけですね。天体もそうですよね。天体もそうですね。上の方に行ってですね、宇宙論の世界に行っても、あの、なんかこの前、火星かなんかでも大きな、あの、惑星、最初はですね、なんかね、地球大の、あの、隕石というかですね、惑星というかですね、流星が飛んできてですね、ぶつかってですね、すごい、あの、光ってですね、で、まあ、それが観測されたって話ですね。ね、なんですか、実は2日ぐらい経つとですね、あの、地球と同じくらい、あるいはそれより大きい、あの、流星だったはずなのがですね、あの、直径数十メートルになっているんですね。じゃあ、さすがに数十メートルでそんな、あの、地球からで観察できるのはそんなすごい、あの、起きるのかと思って、私は実はこれは、あの、陰謀論者になってて、これは、ね、多分、あの、本当はの地球なのに使っててですね、なんですけども、その事実をですね、明かすとですね、人類が、あの、パニックに陥るんでですね、きっと隠してるに違いないと私は思ってるんですけども、要するに、あの、あの、たまたま今回当たんなかっただけです。まあ確かにですね、あの、火星だったよね、木星じゃなくて。火星でかいんでですね、火星がその縦というか、ね、邪魔になってるのおかげでですね、地球に飛んでもらえたら結構あるんですけども、それにしてもですね、あの、すり抜けてきてですね、地球にぶつかったらですね、さすがに地球と同じだけのものがぶつかればですね、地球なら一瞬で消えてしまうわけですよね。なんでですね、今までやってきたら全部無駄になるわけですね。というふうになるんでですね、そういうパニックが起きないために、多分ですね、あの、NASA とかですね、いろんなですね、世界の国家機関がですね、陰謀でですね、競合してですね、多分その事実を隠蔽したと私は思ってるんですけども、特にですね、その時に、あの、隕石にしてもですね、惑星にしてもですね、別に、あの、火星にしても別に地球人を守るためにですね、あの、盾になってくれてるわけではありませんし、隕石もですね、人類を滅ぼさないときにそっち行ってるわけでもありませんから、なんで、ね、どこ行ってもですね、そういうものはないわけですね。全部悪もないわけです。なんでですね、あの、ひょっとしてその隕石が降ってくればですね、明日にでもですね、全員が死んでしまってもおかしくないわけですね。というようなですね、ことを世界の中でですね、ね、善悪とか言ってたことで、ね、非常に虚しいというかですね、あの、要するに客観的に存在しないという、ね、ものでしかない。というのが、まあ、科学のですね、その前提を信じたときにですね、必然的に導かれる結論であるということなんですね。という、まあ、まずこれが出発点です。とりあえずですね、まあ、我々現代はですね、その宗教というのは一応あるんだけれども、あるわけですね。あるわけですけれども、まあ、実際その、宗教年間的なものとかですね、宗教統計的なものを見るとですね、まあ、今、あの、無神論者とか宗教を持たない人間がいることはいますけれども、まあ、そのほと、まあ、ほとんどがですね、あの、中国なんですよね、実はですね。人口多いので、ね、人口多い。まあ、でもそれ以外のところって言ったら、ほとんどの場合はですね、まあ、ヨーロッパなんかは結構ね、その世俗化が進んでてですね、宗教を持たないっていう人間いますけれども、まあ、ヨーロッパはそもそも人口そう多くないんでね、でそうするとですね、世界の、まあ、あの、人口の多いのはむしろアジア、アフリカの国なんで、アジア、アフリカの国は、まあ、どういう宗教かは別にしてですね、一応その、統計とかいうものを、信じるとですね、まあ、統計的なの、ことをやるとですね、まあ、なんかで宗教を信じていることになるわけですね。まあ、だからこそ、統計なんて言いかけなものなんですけどね、そもそも宗教を信じてるかどうかなんていうこと自体が、あの、軽量化できるのか間違っているというか、そもそも質問自体があまり見えないんで、まあ、なんですけど、どうかですね、一応その、形式的にはですね、まあ、まだ宗教を信じている人間はずっと多いわけですね、まだですね、まだ多いわけですけれども、で、まあ、まあ、中国が一番多くて、まあ、中国は、あの、一応その共産主義をですね、公式な、まあ、イデオロギーで掲げているんで、まあ、無神論的なのは、まあ、当然なんです。でも共産主義といってもですね、北朝鮮なんか見るとですね、まあ、もうほとんど、うん、あの、治療様が生まれるとなんかね、奇跡が起こるとかいう話なんで、ね、全然違うの気がしますけど、まあ、ともかくですね、あの、まあ、もともと被害者には結構そういう意味ではですね、宗教を持たない人間が多いというか、あの、世俗が進んでいるところではあるんですよね。まあ、この話も時間があったらしますけども、まあ、ともかく、そういうことなんでですね、結構、まあ、実際にはまだ信じている人間も多い。しかし、まあ、世俗化が進んでいる。しかし、まあ、じゃあこの2つが矛盾するのかというとそうではなくてですね、実は、あの、
宗教そもそもじゃあ そこでですね、一応その世界で世界っていうかですね、さっきのようなの世界の中で宗教を信じている人間は、あるいは神でもいいんですけどね、とはいえ、統計を作ろうと思うとですね、一応その、宗教という、まあ、共通にですね、聞くことができるものがあるという前提で話をするわけですけど、実はあの宗教の概念自体が、まあ、これも別に宗教だけじゃないんですけどね、どんな概念でもそうなんですが、かなりいい加減であってですね、違うわけですね。で、まあ、その時に、まあ、あの一応今の世界の学問というのは基本的には西欧の科学というか、ね、西欧の学問によってあの、まあ、西欧が世界を征服したんですね。なんでさっき言った通りその文明とかですね、文化という概念は結構、まあ、いい加減なんですけど、まあ、それでもやはりあの使い道はあると思っててですね、その意味では今、世界の、人々は基本的には全員がですね、西欧文明のサブ文明にいるというですね、まあなっていると、まあ、文明ってやっぱり長い時間かけて変わっていくんで、当然ですね、過渡期にはですね、いろんなあのものが混ざっているわけですけどもね。ですから、基本的にはその、これはまあでも基本的には19世紀ですね。19世紀に、まあ西欧の、まあ、世界の、まあ植民地化というかですね、征服がほぼ終わるわけですので、19世紀ですね。でも18世紀、17世紀になるとですね、あの西欧文明はあくまでも一文明でしかなかった、一ローカルのですね、一つの。その時だとですね、一応まあ、大きな括りとして、まあ、一応その日本はですね、あの独立の文明だというのが、まあ、文明論の間ではあの多数説なんですけども、一応まあ、独立の文明だとしてもですね、基本的にはその中国文明の、まあ周辺文明というか古文明なんですね。まあ、それ一つにまとめたとしてもですね、大きく分けて、まずまああの西欧文明があるんで、西欧キリスト教文明がありますね。それがまあ、まあ、西欧という言葉がですね、あの、植民地化してですね、基本的には西欧の植民地ってですね、あの、なんていうんですかね、あの、西欧人は、植民地化してもですね、そこに定住しないんですね。基本的にはですね、収奪するだけ収奪したらですね、帰っていくんですよね。なんですけれども、実はそれがあのアメリカではですね、例外的にあの、まあ、要するにあの、先人民たちを滅ぼしてしまったからなんですけども、そこをですね、あの、領地にしてしまったもんでですね、西欧というと西ヨーロッパなんで、あの、アメリカを入れるかどうかでですね、言葉がなかなか難しいんですが、一応まあ、あの、アメリカを含めた西欧というふうに一応これ言っております。まあ、西欧文明圏と、それから、東欧ですね、東欧というかですね、まあもともとはだからカトリックであったところ あのラテン語文化圏だったところの、まあ、西欧と、それから、正教ですね、オーソドックスですね、オーソドックス、最初は、まあギリシャ文化圏だった、それがあの、その中心部がロシアに移るんでですね、今だと、まあ、ロシアの方が大きいですけど、まあ、その、東欧正教文化、正教 文明圏ですね、それから、地中海の、地中海のですね、まあ、あの周辺の、まあから、イラン まであたりもですね、まあ、中東といわれるところ、中東北アフリカの、イスラム文明圏、これがオスマン朝とサファビー朝というですね、もともとその、まあ、現代で言えばトルコといわれるものと、からイランといわれるものですね、それの、まあ、2つの帝国がありまして、それからあとヒンズー文化圏ですね。ヒンズー文化圏というのは、要するに一言で言うインドですね、さっき言ったように、ね、実はこれはあのネオムガール帝国、新ムガール帝国によっていずれ統一されるという話なんですけども、とにかくインドですね、インドのムガール帝国と、それからあの大新帝国ですね、新ですね、中国ですね、まあ、それに、まあ、日本がいやあって、まあ、これぐらいの文明圏がですね、大体対等というか、むしろあの経済的、軍事的には、まあ、中国が一番強かったぐらいですね。まあ、それとして17世紀、16世紀、17世紀あたりは、拮抗していて、18世紀にかなりバランスが狂ってきてね。で19世紀になると、まあ、西欧が、まあ、全部を征服するので、基本的には今は西欧文明が一番というかですね、基本的にはその西欧文明に、全てのですね、イスラム文明も、まあ、インド文明もですね、東欧文明も、まあ、アジアの中華文明もですね、かなり西欧化されててですね、西欧文明のサブ文明になりつつあるという、まあ、それぐらいの感じで、というような、文化的にはそんなわけですね、あのほぼ全部そうですね、一応ですね、あの神話体系的なものとして、まああのそれぞれ、ね、文明というのも残ってますけれども、あくまでも、まあ、あの神話的な扱いになってくるわけですよね、真面目に、信じているわけではないという感じで、なので一応その、
形式的にいろんな宗教はありますけれども、実際にはですね、現代の宗教というのは、科学であるっていうですね、いうふうに思っています。でこれはあの、西洋の、さっきも言った通りですね、基本的に今の我々の学問は西洋の学問からなってますから、宗教もですね、西洋の学問の枠組みで考えているね、宗教学だったら私自身も、まあ、それとなってきたわけですけども、だとやっぱり基本的にはキリスト教側のモデルになるんですね、キリスト教のモデルで考えると、で、まあ、神を信じる、特に信仰が重要になってくるというね、これもあの、プロテスタントが強くなるんでですね、ですので儀礼とかっていうのはだいぶ貶められていくんですよね、儀礼とかが貶められていくんですね、とにかく信仰が重要であるんです、自由な信仰、自由なという話になっているんですが、まあ、とにかくね、どちらにしてもですね、なんか神がいてですね、その神を信じているというのが、まあ、宗教である的なんですね。で、まあ、宗教には、まあ、教団というのがあってですね、そこにだから、所属しているか所属していないかっていうのが形で分かるっていうですね、1か0かっていうですね、そういう形で決められると、なんで客観的に扱えるっていうかですね、まあ、そういうふうに考えるとですね、実はでもこれって全然普遍的でも何でもないんですよね、神道とか考えたら分かりますよね、神道にそもそも信仰告白とかありませんし、そもそも神道に属してると 何なのかっていうね、そんなもの分かんないわけですよね。うちは母方がその神官の家系なんでですね、もう実際そうなんですけども、うちの母親ですら、自分の宗教って知らないんですよね、本当に知らないですよね、私も知らない。いや父親の方はですね、一応その形の上では日蓮召集なんですね、一応のお寺の段階で言えば、ただうちの母親の場合は本当に分かんないよな、何だろう、あれ一応神棚も仏壇もないもんで、全然意識してます、まあ、とにかくよく分かんないですね、まあ、それが当たり前なんで、むしろですね、それの方が普通なわけで、でところがイスラムではですね、その神ってそもそも何かというとですね、人間が崇拝するもんなんですね、というふうに考えるんですね。でその崇拝するものって何かというとですね、要するにそれによって動かされるっていうかですね、その命令を聞くものっていうかですね、というのがイスラムにおける神なんですね。ですから別に超自然的な神殿、ものでなくても全然構わないんですね。自分が、何かをするときにですね、それを動かしているものが何かっていうんですか、それが神なんですね。だからそれはもちろんその、そういう意味では、ね、普通の神々であってもおかしくないわけです。例えばその、お稲荷さんでも何でもいいんですけどですね、お稲荷さんを信じててですね、国際とかありますよ、国際とお稲荷さん全然違いますけどもですね、狐がなんか信じてですね、狐があっち行けって言ったら私はこっち行くんだとかですね、そういうのでも構わないわけですけども、そうじゃなくてもいいわけですね。だから欲望っていうのもですね、もうコーランにもはっきり書いてあるんですけどね、自分の欲望っていうのは神とするっていうですね、なんで普通にまあ我々のですね、世俗的な世界観の中で自由と言われると思うんですね。なんかしたいことやるっていうことね、これは別にイスラム的に言うと自由でも何でもなくて、この欲望に動かされてるだけっていうかね、要するに あんた動物かっていうだけの話になるんですけど、まあ、そういう話なんですけども、だからそういうものも神であるっていうね、いうような考え方でイスラムは考えるんですね。そうすると今のですね、じゃあ我々は何によって動かされているかというと、一つはそのまさに欲望なわけですね。欲望を解放することがですね、自分のしたいように生きなさいとかそういうことを言ってるわけですから、それはもう動物だねっていう話なんですけど、まあ、多分そういう欲望ですね。ただもう一つが、いや人間はですね、動物じゃなくてですね、我々は理性があるんだと言ってる人が、まあ、信じてるのが科学なんですね。だから科学の言うことは正しい、ただ科学的になりなさいと言われるわけですよね。コロナにしてもですね、科学的に対応しなさいと言われるんですけども、だからそれもまた神であるというようなことで言えばですね、今の、まあ世界の中ではね、まあ宗教に変わる権利というのは実は一つには科学なんですね。なんか科学者ってなんか昔の聖職者、に当たるわけですね。ですから、まあ、大体ですね、西洋だとですね、まだある程度ありますけれども、
日本だとですね、その、いろんなですね、まあ、科学的に何でも決めるっていうになってますから、大抵のですね、まあ、政策を決めるのにですね、いろんな、まあ、諮問委員会とか作るわけですけど、大抵のそこに呼ばれる科学者とかなわけですね、まあ、せいぜい、まあ自然科学者と、まあ、社会科学者とかですね、あんまりその、神学者とか呼ばれないわけですよね、宗教家も呼ばれないわけですね、その通りです。なんで宗教家なんていうのはですね、全然そういう意味じゃ言うことを聞かないというかですね、誰も信じてもいませんし、権力も持ってないし、言うことを聞かないわけですね。本当に思った時に神頼み的に、まあ、ついで、まあ、それをやってる人間はバカな人間だと思われているんで、まあ、あくまでも慣習のレベルで残ってるっていうですね。なんで一応その今でもですね、さっきも言った通りですね、今の、まあ統計とか出すとですね、ほとんどの、まあ80億人いるうちのですね、まあ多分、60億人ぐらいは、ね、なんとか宗教に入っているというふうに言うわけですけども、まあ、それは実は、まあ、ただの名前というか慣習に過ぎなくてですね、本当の宗教は、まあ、科学であってですね、まあ、もう一つは国家とですね、から人間というのは自由というかですね、そういうもんなんですね、まあ、そういうものであると、まあ、私はその分かりやすくですね、その今の、まあ祭司は基本的に科学者であってですね、2つの神とはですね、その国家とですね、お金だというふうに、これはこれもはイスラムというよりですね、もともと聖書的なターミノロジーでもですね、国家のリバイアさんというですね、これはもともとヘブライ語の聖書にある言葉なんですけど、これは海の生き物というですね、まあ化け物の海蛇みたいなものだと言われているんですけど、まあ、ただこれは国家の意味で使ったらもうご存知の本部ですね、本部とか使ってなかったと思いますね、国家というのはですね、人工的なそういうものであって神があるんですね、それがまあ国家リバイアさんとですね、それからもう一つはマモンというですね、お金ですね、これも聖書の言葉ですね、マモンというのはお金のことであって、まあ、銭神っていうですね、金ですね、彼の王者というですね、まあ、そういうやつですね、その二つが、まあ、基本的には今のですね、現代の人々が信じているものであって、その中 です、ね、イスラムだとかです、ね、仏教だとかでキリスト教というのはあくまでも飾りというかです、ね、表面的な装いに過ぎないというふうに私は思っています、というようなことなんです。だからここではです、ね、そういう意味でその、皆さんがイスラム教徒だと思うような 人々 の、 です、ね、そのイスラム教徒についてはほとんど書いていません。私自身としてです、ね、この末法の時代にどういうイスラムがあるかってそれはそれで考えているんですけども、まあ、でもそもそもですね、人がですね、その宗教を信じるとかですね、人が宗教を選ぶとかですね、それ自体が、まあ、間違いっていうかですね、それ自体が違うっていうね、まあ、それ以前にそもそも人間には自由がないっていう、ね、その話を延々と書いてるわけですけども、なんでですね、別に人間が選ぶことないんでということなんで、そもそも宣教なんかありえないっていうですね、まあ、それが私たちなんですけども、まあ、ともかく何を言ってるかというとですね、神とは何かというと、人を動かすものであって、でそれはですね、今の世界では、まあ、科学であってですね、あるいは、まあ、国家であってですね、あるいは金であるというね、それが、まあ、人を動かしている。ありがとうございます。というようなことで、とりあえずですね、それを認めた上で、まあ、とりあえず、ね、それを認めた上でですね、どうすれば、まあ、楽になるのかというのが第ステップ1なんですね。でもだから、ある意味では簡単なんですよね。今言った通り、世界には客観的な善悪はないと。主観的な善悪しかないわけですから、主観ですから、まあどうでもいいわけですね。自分の心の中で思えばいいわけですから、で客観的な善悪はないわけですから、何をやってもいいわけですね。自分がいいと思えばそれでいいわけです。何をやってもいいわけです。ですから、うん、何やってもいいでもいいわけですから、好きに何でもやりなさいというですね、もうそんだけの話なわけですね。それだけで、あなたは、ね、自分がですね、なんかしなきゃいけないと思っていてですね、なんか大変だなと思っていれば、ね、しなきゃいいわけです。それだけの話ですから、それだけの話なんでですね、楽になるわけですね。という話ですね。これで解決する人間はこれでいいわけです。もうここから先読まなくていいわけです、ね。ただまあ、客観的な善悪はないんですけども、主観的にですね、善悪を思ってる人はいるわけですから、自分がですね、いいんだと思ってもですね、他の人がいいんだと思わなければですね、まあ、そこでお前は悪いとか言われることがあるわけですね。でもそれも別に言われてもいいんだと思えばそれでいいわけですよね、でまあ、単に言うだけじゃなくてですね、お巡りさんとか来てですね、捕まえたりするかもしれませんよね。これもですね、まあ
別に捕まえに来たからといってですね、別に大人しく従う必要はありませんから、暴れればいいわけですけども、まあ暴れても大抵の場合は負けるんですけどもね、負けるんですけども、でも大暴れしてですね、なんかね、わけのわかんないことを叫べばですね、あ、この人はなんか責任能力ないなとか思ってですね、少なくとも、刑務所には行かなくてですね、まあ、精神病院かなんか入れられるかもしれませんけども、まあ、それもですね、まあ、それでいいやと思えばそれでいいわけですね。それでいいと思えばそれでいいですし、実際日本だとですね、そうするとですね、ずっと一生、食べるに困らないわけですよね。しかも健康管理までしてくれるんですね。なんなんですね。おそらく健康的な生活でですね、長生きできるというですね、まあそういう話ですね。しかも基本的に人のこと気にしないわけですから、別に刑務所に入ってもですね、もう、後ろ指刺されますけど、後ろ指刺されても気にしないわけですから、それが一番いいってですね。なんで、これが一番いいわけですね。第一歩、単にちゃんと科学的になればですね、もう何をやってもいいわけですから、で、全てはなるようにしかなりませんから、ね、そういうことですよね。だから、それで一番いいって。で、その時に、なぜ、そう、こんな単純なことが分かんないのかというと、ちゃんと科学的じゃないかなんですけども、まあ、それでですね、今だとですね、いや、人権があるとかですね、話になるんですけど、人権もないわけですね。いや、これも別に、なんでないんだと言われても、ないものはないって、さっき言った通りですね、あるかないかというのが、近代的な世界観であればですね、私もそれの世界観を持ってるわけですけども、見えないといけないわけですね。じゃ人権があるというのはどういう状態であるのかっていう、何を観察すれば人権があると言えるのかというとですね、どうだと思います？何だと思います？ひどすぎることをお互いにしない状態が観察できれば人権があるって言えると思うけど、でも実際にはそういうこと起きてるから、まあそうですね。でもないわけですね。ないというですね、なんでないわけですね。まあないわけですから、そんなのないんですね。まあないんですけども、で、だからですね、人権なんかないわけですから、で、ところがですね、あると思ってですね、人権があると思っていると、何がいけないのかというと、自分には権利があるというふうに思ってしまうわけですね。自分には生きる権利があるし、もっとなんかひどい目に遭わない、で武器なんだけれども、だから悪いやつがいてですね、それが妨げてるんだというふうに思うわけですけれども、そんなものはないわけですから、別に、まあ、当然なわけですね。当然なわけでですね、世の中そういう不合理なものであってですね、別に誰が悪いわけでもないし、誰がいいわけでもないわけですね。そこでですね、何をしてもいいと、何をしてもいいというとですね、なんか何をやっても許されるって、これは実は、ドストエフスキーの中でそれ出てくるんですけどね、神がいなければ何をやっても許されるものだってですね、で出てくるんですけども、だから、客観的な善悪なんかない、自分の主観があるだけであるから、何をやっても許されるんだというふうに思います。実はですね、違うっていうのはですね、多分、違うと言った時に皆さんが思ってる意味じゃないんですよ。そうじゃなくてですね、全部悪もないわけです。全部悪もないわけですから、許されるというよりもですね、誰も許してもくれないわけなんですね。許すも許さないもないわけです。ただあることがあるだけなんですね。誰も許してくれないわけですね。だからその意味ではですね、さっきも言いましたけれども、客観的な善悪はありませんから、自分がいいと思えばですね、俺のやってることは正しいんだというふうに思えばですね、それでいいわけです。いいわけですけれども、でも自分がですね、俺のやってることは正しいんだというふうに思えなければですね、誰も許してくれないんですよね。誰もあなたは正しいんだって言える人間もいないわけです。私はあなたのことを正しいと思うよっていう人間いるかもしれませんけども、まあ、そうじゃないと思う人間が多ければそれでおしまいですしね、その人間が思ったからといって別に正しくないわけでもないわけです。その意味では誰も許してくれないと言っても同じことなんですね。どちらでも同じことです。要するに自分が自分を 許すというかですね、肯定しない限り誰も肯定してくれないっていう、まあ、そういう世界なわけですね。ですから自分で肯定できればそれでいいですし、できなければダメだっていうんですね。という話なんですね。で、じゃあ、で、まあ、大抵の場合はですね、まあ、これで気が楽になる人もいるかもしれませんけども、まあ、そう言われてもですね、客観的な事実は事実と変わりませんから、私が自分が今までダメだと思ったとすればですね、別に
まあ、これなんかね、まあ、結構ですね、現実にもですね、コロナって結構多かったと思うんですよね。コロナになってですね、今までやらないといけないと思われてたことって大抵の場合やらなくてよかったんですよね。学校とかですね、行かないといけないと言われてましたけど、行かなくても 何も困らなかったりですね。何にも困らなかったりですよね。会社もそうですよね。行かない、来いとか言ってると1分でも来れるなとか言ってたのに、行かなくても何にも困らないんですよ、ね。むしろ、いる方が邪魔な人間がいっぱい出てきてですね、それがもうむしろあぶり出されちゃったわけですね。実際だったわけですね。なんで、今までですね、何だったんだと思うわけですけども、まあ、それが本当だっていうですね、ことが分かったっていうですね、実は、必要だと思われてたって、ほとんどは必要じゃなかった、何もしなくてもよかったって分かったってことで、これはかなりリアルにそうなんでですね、今までですね、私はダメなんだ、会社行けないんだと思ってた人間がですね、別に行かなくてもいいんだよっていうことがあったんでですね、若干ですね、その自己肯定感が高まるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、まあ、それにしてもですね、思いなければ、まあ、それはそれでダメなんですけど、じゃあどうすればいいかというとですね、簡単に言えばですね、これはあまり書くとまずいんですけど、薬をやるというですね、これが一番いいっていうですね、本当にそう思うんですけども、今私は満州アヘンスクワッドというですね、漫画を読んでるんですけども、読んでます皆さん、読んでませんか読んでるといいですけどもですね、本当に純度の高いアヘンを飲むと、本当に一瞬にしても天国に行った気分になれるというですね、まあ、それでいいわけですよね。それでいいわけです。もちろん健康の日があるんですよ。どうせ死ぬわけですから、どうせ死ぬってですね。どうせまあ、ほっといたって死ぬわけですからね。なんでですね、別にずっとですね、アヘンを捨てて、ね、いい気持ちになっても、それでいいわけですよ、ね。というふうにですね、なんで、一番いいのはそれなんですね。もう薬をのが一番よりですけども、まあ、まあ、薬がダメだったらですね、まあ、もうちょっとその穏やかな、まあ、穏やかっていうか、ね、合法的にまあいい気持ちになれるもの、まあ、酒がそうなのかもしれませんけど、私は酒嫌いなもんで、しかも酔うと全然気持ちよくならないっていうか、頭痛くなるだけだという回なんですけども、まあ、そういうものを、まあ、飲むのも一つですし、まあ、もう一つは中毒性のあるものですよね、そういうものにハマるという、私はほとんどやらないんですけど、ゲームですね、ゲームとかって、実際もうみんなやってるんですよね、結構ですね、パチンコともそうですよね、そういうものですね、ひたすら遊んでるってですね、それが一番いい、でも生活保護を受けてですね、遊んでるってのが一番いいっていうのは、ね、これが実はこの本の一番のメッセージなんですけど実際私は実はそういう発想がないというのは、やりたくないというか、ね、というか生きてたくないんでですね、別にそばでして生きたいと思わないんですけども、私の割合は非常に多いんですよね、非常に多いというかですね、まあ非常に多いんですけども、まあ、でしかも結構簡単に自給できちゃうんですよね、簡単に自給できちゃうというのは、ね、結構実際にはですね、当たり前ですけど全員が自給すると国家破滅するわけですよね、なんでですね、基本的にはでも実際に今でもですね、申請者全員にですね、与えていると当然破滅するわけですね。だからまず最初に申請させないようにしてですね、いや働く方がいいとかですね、言ってですね、言ってまあまあ、でしかもまあ来てもですね、なんだかんだ言ってですね、返してしまうことが多いんですけども、私の周りの人間はですね、簡単に取れてしまうんですね、むしろぜひ取ってくださいって言われるんですよね。なぜかというと非常に簡単なんですね。生活保護を与えておいてですね、でゲームかなんかやったりしたら、あるいは酒飲んだりとかですね、遊んでるとですね、それ以上悪いことをしないとですね、こいつらほっとくと何するか分かんないんでですね、生活保護を与えて、なんか、中毒に黙らせようってですね、なんでですね、簡単に取れてしまうんですけども、そしても多分申請すれば、ね、簡単に取れるんですが、そんなことはしないでですね。好きにしてるわけですけど、またわけですね、なんで今取れるんでですね、それが一番いいってですね、まあ、もうしばらくは持ちます、そんなに長くこの程度持ちませんけども、っていうことはですね、満州はアヘンスクワットとして、もう一つは私の最近の、お気に入りでおすすめはですね、地元最高ってですね、そういう素晴らしい漫画があるんですけど、これ読んでるとですね、まずお金がなくてもですね、どんなに文化資本がなくてもですね、まあ、とりあえず役をやってると幸せになれる、というふうに、思いますので、いい本ですので、まず読んでみてほしいというふうに思うんですが、まあ、それが一番楽であります。
なんで、まあ、で、まあ、実際ですね、なぜそれが楽なのかという、楽なのかというかですね、まず、まあ、不幸であるっていうですね、不幸であるというのは、それがもう、さっきも言った通りですね、なぜ不幸だというふうに思えるかというと、自分には人権があるはずだとですね、こんな扱いを受ける、言われはないやいとか思うからですね、そういうふうに思うわけですね。で、それは実は間違っているというのはですね、いい悪いの話じゃなくてですね、本来不幸に思うのが不自然なんですね、本当はですね、本当は不自然だという話は、まあ、今日本はどんどん貧しくなっているというのはその通りなんですよね。その通りでですね、どんどん物価も上がってますしね、本当にこの1年間でですね、5割ぐらい上がりましてね、まあ、その日本円が下がってるんですね、ドル換算にすると本当に下がるんですけども、まあ、それはその通りでですね、どんどんそのアジアの中でもですね、日本の経済指標なんかでもどんどん下がっていくわけですね。これはその通りなんですけども、なんでですね、若い人たちがですね、お前たちのせいだとか言ってですね、言われるのはもう全くその通りだとしてですね、何も言い訳で余地はないっていうですね、とは思うんです。まあ、私は意見者じゃないんですけど、私がやったわけじゃないんですけども、まあ、世代としてはですね、そういう世代だと思うんですと思うわけですが、でもじゃあ客観的に見てですね、若い世代っていうのはですね、あるいは今現代生きている人たちがですね、その幸せに思うべきだって言うと全然そんなことないですよね。客観的には生活水準ものすごく上がってますよね。私が若い皆さんの年の時と比べればですね、もう全国のような生活を皆さん送っているわけですよね。例えばエアコンが入ってるだけでもですね、これだけでも本当に夢のような生活なわけですよね。ですし、スマホがあるとかですね、それだけでも本当に夢のような話で、もう1000円ぐらい課金すればですね、世界中の番組が見れたりするわけですよね。そうですよね。我々の時代っていうのは本当にそもそもスマホどころか電話すらなかった時代もありますし、私は特にエジプトなんかと思うんですけど、ずっと電話なかったですね。まあ、なんで、あらゆる意味で、水だってですね、本当に我々の時代ってのは水道水を飲むのが当たり前でしたから、水にお金を払ってるんですね、信じられないってことなんですよ。水と安全はタダだと思ってる日本人ってことを言われてた時代の人ですからね。今だとですね、本当に全てのことがね、こんなに恵まれてるのに何が一体不満なんだというふうに思うわけですけれども、でも不満に思うのはですね、まあ、人権があるという意識とですね、からまあ、人権集団ってそれには出てきますけど、結局人間ごめんなさい、幸せの基準って自分で決めてるように思いますけど、実はそうじゃなくてですね、人間子供の時からですね、今何時ですか？今25分、あと1時間か、全然終わりませんね。全然終わりませんね。大丈夫ですかね。いや、大丈夫です。何なんでしょう。ですね、このどっちでしょうか。その住居所段っていうのは、子供、人間が、まあ、この次の段階でですね、そもそも人間に自由はないという話をしていくんですけども、まあ、その前、それとですね、まあ、絡むというか、考えするのじゃ一緒の話をしてしまいましょう。我々はですね、私はこれが正しいと思うとか言ってですね、自分で自分のことを決めるんだとかいうことですけども、今朝見てたテレビ番組を見ようって言ってたんですけど、ずっとテレビドラマを見てるんですね。ただ私作家なんで今の、トレンドをしてないといけないんです。ずっとですね、一日中ドラマを見てるんですけども、今日はですね、あれなんだっけ、こっちを向いてるかいだったかなとかいうみたいな、まあ、そういうドラマがあってですね、これは10年間ですね、恋を忘れた男の話ですね、というまあ話なんですよね。これでですね、まあ、元々その10年前に振られるんですけど、その時にですね、女性に対してですね、守ってやりたいとか言ったらですね、私は守れるような女じゃないってことを言ってですね、それでショックを受けてですね、それからずっと、それでこれないと
でまた それと似たようなものが出会ってですね、それとまあそしてどんどん振り回されてたんですね。まあ、今日最後の話、最後の話を見たんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、自分で何でも決めたいってですね、そういうことをみんな言ってるって、ね、まあ、それがいいことだって言われるんですけど、そのことは全然ない、ね、自分で決めてるわけでも何でもない、まあ、そもそも自分で決めるということ自体もおかしいし、自分で決めてるって言ってるですね、決める基準になっている世界観自体もですね、別に自分で考えていたわけじゃなくてですね、取り込まれただけだっていうですね、まあ、そういう話なんですけれども、まず一番ですね、分かりやすいのはですね、実は言語なんですよね。あ、すいません、疲れると飲んじゃうんで、今疲れてないから。あ、分かりました。疲れて飲んじゃう。そうなんですか。無意識で飲んでしまう。無意識で飲んでしまうんじゃない。つまんで疲れないでください。まあ、通風なんて飲んだ方がいいんですけどね、まあ、それとしてですね、あ、そうそうそう、言語、人間は自由だとか言ってる、みんな言ってるわけですけど、実は自由じゃないですね。で、一番ですね、実は自由じゃないものってのが言語なんですよね。でも本当は一番自由なのが言語なんですよね。言語なんてですね、ただの取り決めですから、別にオレンジをですね、猫と言ってもいいわけですよ、ね、私は今から猫を飲みますと言ってもいいわけですよ。なんでもいいですね、猫でもですね、なんでもいいんですけども、まあ、猫と言っても、ボールペンと言ってもいいわけですけど、私ボールペン飲みますと言ってもいいわけですね。何にも悪くないですよね。別に本来これたまたまこれオレンジですけども、アラビアとポルトカールって言うんですけどね、ポルトカールってポルトカルから来てるんですよね。ポルトカールって言いますし、他の言語だと何て言うんだろう、中東系の言語はそれも扱ってるのが多かったかな。こういう言葉です。浮かびませんけど、まあ普通にでも、まあ、みかんですよね。日本語だとね。というのは今いくらでもあるわけですから、何と呼んでもいいわけですよね。で私は自由だと言うんだったら自分の言葉を作ればいいんですよね。自分の言葉を作ればいいわけですから、本当はそう言ってもいいんですけども、本当は一番自由なのって一番だから規則に縛られるんですよね。自由なのってね、だから言語が一番規則に縛られるわけです。どんなに自分は自由だって言ってる人間にしてもですね、自分は自由だじゃなくてですね、そこでですね、にゃもにゃにゃってこうやってですね、これが自由だという意味なんだと言って、それもそう言わないと分かってるわけですね。むにゃむにゃむにゃとか言ってるとですね、それとは言えませんから。そうですよね。なんですね、実は自由に考えてるのは全くの幻想でしかない。いつの間にかだから言葉って覚えてるわけですね。いつの間にかですね、いつ言葉を覚えたって、ヘレン・ケラーなんてですね、ウォーターってことはそんなんじゃないから絶対分かんないわけですね。一番最初に何を言ったか分かんないわけですから。でまあ親もですね、別に分かってなくても喋るわけですよね。分かってなくても喋りかけるわけですね。勝手に喋りかける洗脳ですよね。完全な洗脳ですね。完全な洗脳です。その時にですね、あなた何語がいいとか言って聞いてですね、アラビア語、日本語、中国語、私も知らないけどロシア語でやるとか言ってですね、誰も聞かないわけですね。聞かれても困りますよね、子供の方もですね。多分、言葉が喋れなくなっておしまいですよね。なんでですね、子供を洗脳していけない、自由に育てるには全く嘘ですね。少し考えればわかるんですか。考えればわかるんですけど、まあ、なんでですね、そもそもまあでまあそれでですね、結局価値観というのも周りの人が決めていくわけで、まあ、それもですね、社会学の理論だと準教集団というのがあってですね、準教というのは準ずるの準に今日は寄るっていうんですね、準教集団というのがあってですね、まあ公的にはですね、例えば国家とかがですね、日本人の三大義務とかですね、教育と労働と納税、そうそうですね、そうやって刷り込むわけですね、納税とかですね、なんであんなやつに金払うって言うわけですっていうふうに刷り込んでいくわけですよね。でもまあ、健全な判断力を持っていればですね、嘘だったと思うわけですよね。でまあ、小学校、中学校、高校とかの道徳の時間とかですね、道徳とか言うわけですけど、大体の場合は変とか持って聞いてるわけですよね。大体、まあ、それで教えてる先生なんて、ろくなもんがないんですよね。ですから、小学校で教えてる、学校で教えてるはずなんですけどですね、全然当てにはならないわけですね。まあ、それでもですね、本題からちょっと離れますけども、日本ではそもそも法律を教えない。法律を教えませんよね。殺人罪ですら教えないですよね。
なんか憲法というですね、ほとんどなんかあの法律でないようなですね、この、意味のない規制だけ教えて、ちょっとだけ教えてですね、あの殺人罪ですよ、それは教えないわけですから、うん、人を殺しちゃいけないってことですから教えないわけですよね。日本は本当にあの無法者の国なんですよ。本当の言葉の無条件で無法の国なわけですけども、まあ、ともかくですね、そういうのを、まあ、教えだとしてもですね、学校で教えたことなんて最初の場合は聞いてないわけですなんですね。じゃあどうしてるのかというと、それがあのじゃあ、 あの人教集団って呼んでですね、大体ですね、あのそれは友達であったりですね、あの先輩であったりですね、それは人によって違うんですけども、社会によってですね、その自分は要するにモデルになる人ですね、その集団の、言葉を喋ってる。だからあの例えばあのヤンキーとかですね、私はよく知らないんですけども、その彼らの日本語はあのすごく乱れてるとか言うわけですけども、実はあのその集団の中では非常にあの厳格に決まりがあってですね、それに従って喋ってるしね、それに従って動いてるわけなんですね。だからそれが人権集団っていうふうなんですけども、なんでですね、それに従ってるわけでですね、だからあの私は自由だって言ってるのもですね、要するにそういう人権集団の間にいるからですね、そういうふうな言葉遣いをするだけであって、実は自由でも何でもないわけですね。で、まあ、その場合にですね、だからどの人権集団を使ったらいいんですけれども、でもあの、自分は自由だと言っててですね、あの全然自由じゃないっていうのはですね、やっぱりあまり良くないっていうね、自分は自由じゃないと言っててですね、自由じゃないのは全然構わないわけですね。何の矛盾もありませんから、俺は悪者だって言ってですね、悪いことやってるのはそれはそれで構わないわけです。でも実際にはですね、そんなに悪いことってできないんですよね。あの殺人鬼とか言ってもですね、あのせいぜいあの人がですね殺せるの100人とかそんなもんなんですよね。実際に殺せるのはですね100人殺すでですね、あの人間の一生のうちでですね、あの1日に24時間あってですね、それにが、まあ、1時間が60分とか考えていってですね、その時でじゃ人殺してる時間何時間って言われるんですね。何時間もないわけですから、1日1回も殺しませんよね。なんてですね、ほとんどの時間は殺してないわけですね。そうですよね、殺人鬼と言われたってそんなもんなんですよね。まあ、あの原爆とか使えば別なんですけども、一人 で一生懸命これ殺していくと大して殺せない。あのイスラム国で、ね、首を切ったとか言ってるんで、随分非難されましたけど、あんなのだったら、ね、あんな時間かかってやってると大して殺せないんですよ、実はですね。実はあれは本当にあのそういう恣意的な、恣意効果っていうですね、あの、怖いぞっていうですね、そういう見せつけるためにやってただけであってですね、あの実際にはもっとあの残酷だったり、朝部分がもっとひどいんです、まあ、それはそれとしてですね、要するに、まあ、そういう、話なんで、あの人間ですね、悪いことしないのは実はそういうふうにできてるかっていうだけだからですね。これは別に人間に限りませんよね。あの獰猛だと言われてるライオンとかだってですね、まあそんなに人殺す人じゃないけど、動物を襲わないわけですよね。なんであの動物ってそんなにその悪いことができるにはできてないから、まあやってないんですね。まあ、これはまあ宗教的にはいろんな説明があるんですけども、人間ってですね、まあ、基本的には作られてるしか動けないわけですね。でこれはまああの実際に人間のですね、ほとんどの部分っていうのは部分ですね、部分っていうのは人間の思った通り動かないわけですね。そしてなんかもう手足ですらあんまり自分の思った通り動かないんですね。舌も回んないって、かなり本当にもう困ってるんですけど、そうじゃなくてもですね、あのほとんどの人間の心臓とかですね止まんないわけですよね。そうですね、呼吸とかもそうですよね。で基本的に内臓とか全部そうなんですね、勝手に動いてるわけですね。勝手に動いてるわけですから、人間のほとんどの部分っていうのは勝手に動いてるわけですね。なので自分でその意思によって動かせる部分というのも実はあの、わずかでしかないんですけれども、でも一応まあそれはですね、自分の行為というふうにやる、認める、これも、実はあの、事実の問題ではなくてですね、これは実は法の問題なんですけど、という話はもう多分時間がないとしませんが、そうだとしてもっていうかですね、じゃあその意思ですね、あのとりあえずですね、今私は水を飲もうと、しませんけど、とりあえず本を開こうと、本を開こうという意思があって、本を開いてというふうに言いますよね。何もあの変なとこないと思いますよね。何の変なとこもないってそういうふうに思うんですけれども、まあ、それはそういうふうに言葉ができてるからだって、実は、私はあの今、本を開きまして、それは本を開こうと思ったから本を開いたというのは、まあ、それなりに今の誤本ながら正しいんですけども、そんなことは何も思ってなかったんですね。だってその前は私は水を飲もうとしてたわけですね。でもさっきのですね、私は水を飲まないという言葉を無事すると思ったんでですね、それであの自分の行動の整合性を取るためにです、ね、それをやめてですね、でパッと思いついたのが本が目の前にあったからですね。
これだから本を読もうと思って読んだわけじゃないんですよね。本を手に取ろうと思って手に取ったわけじゃなくて、そういう考えが浮かんだんですよね、うん、それだけのことであってですね、あのでここでですね、そのデカルト的なですね、自由意志論というのと、まあ、それに対するあの、否定になるわけですけども我思うゆえにあれ我あれというですね、いうあの言葉は聞いたことありますよね。デカルトが言ったという、ね、方法的解釈だったんですけども何が確かに、まあ、デカルトは哲学者なんでですね、その現代科学者でもあるんですけども、まあ、科学者としてはそれほど偉い人じゃないんですね、まあ、哲学者なわけですけども、でそれ ですからあの目に見えるものが、正しいっていうそういうことじゃないわけですね。で目に見えるものってあの誤るって、ね、これは もちろん別にデカルトが発見したわけじゃなくて、ね、昔から錯覚っていくらでもありますから、目に見えてもですね、あのないものっていくらでもあるんでですね、ですからでそれでですね、じゃあ一体 何が正しいのかっていうですね、確実に疑えないものは何かっていうことで、あの我思うゆえに我あれっていうことで言ったわけですね。私が考えてるんだから必ず私はあるはずだっていうですね、っていうことを言ったわけです。でまあこれはそれなりにですね、そうだなと思う人も多いと思うんですけども、実は、そう俺も正しくはないというのはあの、ヨーロッパ言語っていうのはですね、基本的にあの主語がある言葉なんですね。まあ、主語がある言葉っていうのはですね、基本的にあの動詞中心の言葉なんですよね。動詞が、あるのがまあ文章であって基本的にはですね、もちろんあの、名詞一つでもですね、無理やりに言えばそのあの言葉になるっていうのはもちろんそのあるんですけど、基本的には動詞が あるのが文章であるんですね。しかも、まあ、B 動詞っていうのがあるわけですね。あるっていうことで、そういう言葉なんですね。ところがこれはあの、日本語でも違いますし、アラビア語でも実は違うんですよね。で、我思う、何でもいいんですけども、今何か考えるとしてですね、何でもいいんですけども、あるいはその、もっと考えるよりもですね、根源的なというかですね、例えば、痛いって言ってね、あの、足が痛かったわけですね、痛いって言ったわけですけども、この時にですね、痛いというわけですね、ね言いますよね、あ、痛ったと言う、あるいは、まあ、そう言わざる、わざ言わなくても、ダメなの思うってですね、思いますけども、その時に、私は痛いとか思わないわけですよね。うん、あの無理やりに翻訳するとですね、私は痛いと思ったとかいうふうになるわけですけど、そんなこと絶対思わないわけですね。でその私は痛いと思ったと、痛ってのは別のことなんですよね。そうですよね。で、じゃあ、痛って何かっていうとですね、これ、英語で言うと何だろうか。I have a pain とか言うんですね。It hurts かな。It hurts。It を使うのも結構あるんですよね。うん、で、あの形式仕事として持ってくるとかですね、あの、そういうのもありますけども、まあ、あるいはあの、今言ったのは、ハブを使うっていうね、というような言い方もありますね。なんですけども、それはあの決してそれはまず言わないわけです。普通にはね、それを言うときにはそアウチ、まあそうですね、アウチとかね、まあそうですね、それももうあの言葉ですがないっていう、そういう言葉を言う音が出るわけです。音が出る、まあそういうもんでですね、それはあの頭に浮かぶわけですね。でそれに主語を入れるってのはですね、これはあの日本語の中だとあの主題と主語を分けるっていうですね、あの痛いって何が痛いのか、足が痛いのか、脳が痛いのか、なんとかいろいろ考えてですね、天気だとかもそうなんですね、いい天気だとか言ってもですね、まあ、そうなんですけども、天気はいいわけじゃないですよね、別にですね。私がいいと思ってるだけです。まあまあなんですけど、よく考えてて、何が仕事なのかよくわかんないですね。で、その時にですね、と考えてですね、じゃあ、むしろ主語というのは主題なんですよ、テーマなんですね。テーマとして、私に関しては痛いと思っているって で初めてでね、そういうものになってくるんですね。だから私なんてないんですよ。で一番根源的なものは何かというと思考自体なんですね。我思うゆえに思考ありなんですよね。思考あるわけですか、我思ってるわけですよ。我思ってるって何か考えてるんですね。考え自体はあるわけです。その意識があるときは必ずあるわけですね。なんでその一番ですね、根源に遡るところは、それはあの思考であって、で思考というのは、自分が考えるわけじゃないんですね。自分が考えると思うとですね、じゃあその自分が考えるときの、その、
と思ったのは誰が誰かっていうかね、これはあのホモンクルス仮説っていうんです。頭の中にですね、小人がいてですね、それがあの動かしてるってね。でそのじゃあそれがあの今思わせたんだよって言ってる。じゃあそのあじゃあその小人自体はどういうふうに思ったのかって言うんだけど、小人の頭の中にまた小人がいたらなってくるんですね。でこれはまあ、 あの昔からあの哲学者で知られてる言葉ですけど、要するに自由っていうのはないっていうことですね。もともとあるのは、その思考だけ、思考が頭に浮かんでくるっていうですねことが続いてるだけなんだよという、これはあの内省をしてみれば分かることですし、なんですけれども、しかしですね、まあそれぞれ困るわけですね、困るわけですね困るのでですね、あの一応社会を作っていく上でですね、人間がこれをしましたということ、だからこれは実は法学の話なんですよね。法的にですね、責任を負わせるためにですね、人間が何をしたとか、人間が何を考えたとかね、そういうのを作っているだけであってですね、これは事実の問題では実はないんであるというようなことを考えていくとですね、まあ、人間が自由であるとかですね、そういう幻想からあの、解放されるわけですね。そうするとですね、あの、自由な決断とかもしたくてよくなるんです。楽になるわけですね。うん、楽になりますし、これ言ってるとですね、だって私のせいじゃないもんって何でも言われるんですよね、実はですね。そうですよね。で、実際そうなんですよ。実際そうなんですね。何一つ実は自分のせいなんてことないんですよね。自分には何もできませんから。うん。ということですね、まあ、これがまあ第二弾なんです。ここまでいくとですね、かなり楽になる。で、しかも、ある程度反論できるわけですね。さっきのですね、うん、あの、悪いことしてもですね、だって私悪いと思わないんだもん、だったんですよ。最初の場合は反感を買うわけですね。でですね、うん、殴られたりするわけですけども、でも私にはそんな力はないんですよ、っていう。これはだから実際の、実際にその法の部分でもですね、あの、どこまでですね、責任を取れるかっていう議論っていうのは、ね、実はあの、非常に曖昧なんですよね。うん。今言ったようにですね、全てのことってのは繋がってますので、この意味ではですね、人間には一つの自由もないんですね。あらゆることはですね、私の責任じゃないっていうふうに言えてしまうわけですね。でもそれじゃ裁判官もですね、出席してしまいますよね。全部無罪って言われてる話なんですね。いらなくなってしまいますから。なんでですね、一応なんか適当に作っていくわけですけども。でもまあ、そうなんですね。だから、私がなんか悪かったんじゃないかという、その自責的な人たちはですね、あの、お前は悪くないっていうかですね、お前は何もできないんだから、何も悪くないんだっていうですね、非常に当たり前のことをですね、ちゃんと思えばいいという、まあそういう話になるわけですね。ですので、そもそもですね、まずその自分が自由であるということで、その幻想を崩していくことが大切なんであるという話です。それで、まあ、一番最初にですね、あの、この、どうせ死ぬってですね、この世は、この世は何だ、遊び、そう、この世は遊びっていうかですね、まあ、これがあの、かなりキーワードとして一番最初に持ってきてるんですけどね、あの、どうせ遊びなんだっていうね、どうせあの死ぬわけですから、死ぬわけだってですね、何の意味、あの、科学的に見て意味もないですしね、価値もない、目的もない、ただの遊びなんであると。で、遊びってでもですね、あの、結構、重要な概念なんですね。うん。遊びってですね、なぜ楽しいのかというと、まず一つにはですね、あの、現実じゃないからですね、現実ないからはあの、まあそれがあの物足りないって人ももちろんいるわけですね。いろんな人がいるんでですね、あの、今の、支配的な価値観だとみんなで、ね、長生きしてですね、あのお金儲けるのがいいとか思ってますので、あの、それでですね、あのコロナの時にもですね、その命を大切にするか、あの経済を回すかとかですね、そのどちらかであって、その2つを科学的に決めることができないなんていう議論はしてましたけども、まあ、そもそも2つってないわけですよね。いくらでもあるわけですね。うん。で、あの、人はですね、その、合理的に判断してですね、あのコロナに、なる確率が低い行動を取るべきだなんていうことは別に全然ないわけですね。実際にないですし、価値観としてもですね、いやー、面白いじゃねって思う人もいるわけですよね。うん。かかってみてですね、90% かかるってですね、そういうことやってみてですね、かかんなかったらすごいじゃないですかってね、バズるとか言ってですね、やる人もいるわけで、当然いるわけ、実際いるわけですね、いるわけなんで、いろんな価値観あるんですよ、そうです。
あのそういうスリルがないと生きていけないとかヒリヒリしたいとかいうですね、そういう人は本当にいるわけですね。特にロシアとかいっぱいいるわけですよね。まあ、トルコとかもいっぱいいるんですけども、まあ、そういう人たちもいるわけですから、自分の人間と、あの合理的だと言ってる人たちが思うような感じで合理的に生きてるわけじゃないんですね。だからそういうこともですね、 あくまでも趣味でしかありませんから、まあ、なんですけれども、もともとですね、まあ、普通はですね、遊びはですね、あの遊びでしかないから楽しめるっていうですね、あの、私は全然やりませんけども、あのなんかあのゾンビと戦うようなゲームってありますよね。でですね、いや、よく知らないんですけど、私があの、少年ジャンプのですね、いや、ヤングジャンプをですね、あの購読してるんですけど、ヤングダンプのですね、あの、購読サイトになるんですね。これをやるとあの無料でゴールドがもらえてですね、あのというのがあってですね、それでやると必ずそのドミノゲームが出てくるんですよね。なんてそんなのがあるんだなって知ってるわけですけども、まああれもですね、あの本当に死んでしまうとですね、あんまり楽しめないですよね。あくまでゲームなんでですね、だからまあ楽しんでやってるわけですね。だから、ゲームってのはあのこれは遊びであってですね、本当じゃないんだと思うから楽しめるんですね。しかしですね、これただ遊びだと思ってしまうとまたそのまま楽しめないですね。なんか本当にですね、自分が死ぬような気持ちになってですね、遊ぶから初めてですねという、まあ、その辺のですね、遊びっていうのは実はあの、それが現実ないってことが分かって、ないと楽しめないし、また、真剣にやらないと楽しめないというですね、そういう2つの側面を持っててですね、で、あの、人生は遊びであるっていうですね、だから好きに遊べばいいんだよ、というのがあの最初に出てくるんですよね。で、この世は、どうせ死ぬ、この世は遊び、人は無になってですね、で実はこの世は遊びっていうのはですね、あの、イスラムの世界観だとね、この世じゃない世があるっていうのが前提なわけですね。だからこの世は遊びなんですね。ただし、あのそう思ってない人間はこのままでもいいわけです。この世は遊びでしかないからですね、どうせ死んで終わりだから、まあ、あの楽しみなさいで、それで全然構わないんですけどね。実はあの、本当はですね、イスラムの場合はそうじゃなくてですね、この世は遊びなんでですね、本当の世界は向こうにあるので、その間にですね、こういう掛け金を与えられてですね、というゲームなんでですね、これを楽しみなさいってですね、遊びだって言ってね、いや実はあの、そういう話では実はないんですけどね、ご覧だとですね、もうちょっとあの違う話でもあるんですけども、でも基本はそうなんですね。なんであの当然ですね、あの、この世っていうから不公平なんですよね。ね、私もこんなように生まれたいと思ったこと一度もありませんからね、生まれてからですね、ずっとですね、まああの、まあ世界的に言うとですね、あの、当時のまあまあまあ、いやそうでもないか、まあとにかくですね、世界的に言うと確かに、もっとこの人いくらでもいますけれども、しかしですね、まああの、自分の人口集団から言ってもですね、あの全然、自分がですね、あの、この自分に満足したことなんて何にもないってことで、好きだったことも全然ありませんので、まあなんですけれども、こんなものしか与えられてないっていう、と思ってもですね、あの、まあ、ゲームであれば、ね、そういうもんですよね。どんどん、ね、あの人生ゲームとかですね、最初に何か決められてて、その手札、あるいはそのトーカーでもいいんですけどね、手札であのすごく弱い手札が来てもですね、それであの楽しんで遊ぶわけですよね。というですね、そう思えばですね、この人生もですね、まあこういう手札で どれだけのことができるのかっていうね、まあ、どうせ死ぬだけだしね、死で終わるわけですね。その意味ではあの簡単この世の問題って全部死で終わるんですよね。というのもこれもですね、実は私がこの世の問題は全て終わる、死ねば終わるって言ってたんですね、この世の問題じゃなくてですね、終わらない問題もあるっていうのはという前提で言ってるんですけどね、実はあの死んでも終わらないっていうのがですね、あの悪いことするとですね、死んでも全然終わらなくてですね、来世でですね、永遠に苦しめられたりするんでですね、ですけれどもそれはあのあくまでも来世の話なんですね。この世の問題は本当に死ねば終わるわけでね、どんな苦しくだって死ねば死ぬだから本当に朝起きると毎朝ですね、本当に全身が痛くてですね、しばらく経ったらある程度収まってくるんですけどね、ああもうこのまま死にたいと思ってるんで、本当に死にはあの楽になるんですね。で実際そうなんですね、借金とかで全部そうですよね。この世の問題ってですね、あの、死ねばそれで終わりですよね。死んで後から後もあの追っかけてくる人間いませんので、ですからですね、あ死にはいいんだと思えばですね、すごく気が楽になるわけですね、今苦しいけれども、まあ、その気になるというね、まあ、その自分で死んでしまえばですね、全て消えるわけですから、じゃあまあ耐えれるなら耐えればいいし、耐えれなきゃ死ねないんですよね、と思えばですね、
で実際そうなわけ、実際そうなわけですね。まあ、なんでですね、まあ今与えられているこの手ごまで一体何ができるのかってことを考えるのがですね、まあ、正しいってことですね。これは遊びっていうのはそういうことなんですね。まあ、そうやって遊んでいけばいいという、遊ぶのが嫌だったら死にゃいっていうですね、そういう作品の話なんで。だから死んじゃいけないっていうですね、みんな言うんですけど、明らかに間違いですよね。死んでるわけですから死んじゃいけないって言われて困りますよね。うん、あ、言われたって死にますからね。どうせ死ぬわけですからね。そうでしょう。あなたに生きていてほしいとかですね、だって本当はそんな思ってないんですよ、ね、もう言ってる人間だってですね。別にですね、まあ本当に別に死んだからといってですね、まあ、ちょっと悲しいことぐらい言うかもしれませんけれどもですね、まあ本音からしかないですよね。普通ね、そういうもんなんでですね、特に不特定多数にですね、あなたは死んじゃいけませんとかアナウンサーとか言ってたって何を言ってるんだと思いますよね。別に何も悲しんでくれませんから、だから悲しいものがあるわけでもないですからね。なんで、まあ、そもそもそうですしね、死んでは困ると言われても困りますし、で実際は最後に死ぬんでですね、死んじゃいけないって言われてですね、とりあえず生き延びてもですね、で今度死ぬときはどうするんですよねっていう話ですよね。みんなそんなこといけないって言われてるんですよ。死んじゃったわけですから、私は悪いことをしたのかっていうなっちゃいますよね。なんでですね、死んじゃいけないなんて呪いでしかないわけですから、まあ死んでもいいけど生きててもいいんじゃないぐらいがちょうどいいぐらいですね。なんでですね、まあだから生きてたければ生きてればいいわけです。死にたければ死にばいいわけでですね。いや、死にたいって言ってるのは絶対嘘でですね、本当はな、生きたいだっていうの、そんなことはお前に分かるのかってなってるし、まあそうだとしてもですね、本当に生きてなくてですね、でも死なないといけない人がいくらでもいるわけですよね。それもまあ、あまり救いがないですね。不治の病とかだったら別なんですけど、今のですね、その地中海で、難民船の中に乗ってですね、溺れ死んでる人だからですね、単純に呼吸さえなければですね、普通に生きていける人間なわけで、それに対しては何も知らないわけですからね。うん、で、それで優先順位は低いわけですよね。死にたくて、死にたいと言ってる人間が実は死にたくないかもしれないというのはことよりもですね、本当に死にたくないと言っててですね、生きようとしている人間の方が絶対優先順位高いですから、もしですね、生きていけないといけないとか思うんであれば、ね、そっちを助けるべきだってですね、死にたいという人間はとりあえず後回しにしておくという、それがいいんじゃないかというふうに、まあ、思う。まあ、その死にたい原因の悲惨さというのはですね、それがまあ悲惨であってですね、見るに足りないと思えば助けりゃいいわけですけども、助けりゃいいと思っている人間は助けりゃいいわけでですね、助けたくない人間は助けなくてもいいというかですね、まあ、そういうもんであるというですね、何をしてもいいというのは本当に何をしてもいいんでですね、何をしてもいいんだけれども、何をしてもいいと言わなくてもいいわけですね。当然ですね、何をしてもいいと思ってますけども、例えばです、仮にですけども、岸田総理を殺せとか言うとですね、捕まったりしますから、言わないわけですね。で、言わなくていいわけです。言わなくていいわけですね。守備に関しては行動を取る必要もありませんから、何してもいいと思っててもですね、なんか実際に私の生活って本当にいろんなものに縛られてますけど、縛られて生活しててもいいわけです。いいわけですし、まあだから本当に何をしてもいいってそういうことなんですよね。何をしてもいいと言わなくてもいいし、何をしてもいいと言っていて、それを守んなくてもいいし、本当に何でもいいんですね。何でもいいということですから、ということはですね、ちゃんと分かってないといけないし、まあそれ自体もですね、何をしてもいいと言ってること自体が実は自分が言ってるんじゃなくてですね、言わされているというかですね、言うようにできているだけであるっていう、ね、まあそういうことも全部含めてなんですけども、まあ、それからあとというかですね、その後でですね、まあ、後ろの方でいろいろ書いてますけどね、じゃあその自由っていうのがあるのかって、そこでもう少しですね、現在の、科学論とかに入ってきてですね、じゃあ本当にその、自由っていうのは何なのか、量子力学の話とかですね、私もあんまり理解してないんですけども、まあ、それでもですね、実際にはですね、予想ができないっていうかですね、まあ、そういう意味ではですね、人間のですね、こういったのはその、自由だという普通に考えてですね、全部決まっててですね、分かるっていう意味ではなくて、なんかですね、可能性があるんじゃないかっていう、だからそもそも可能性があるかどうかっていうのも、これも実は分からないんですよね、可能性っていうのはね、必然かどうかっていうのはね、まあ、これとかもまあ、今起きてることは全部必然であって、
まあ、そもそも世界が一つであるかどうかっていうですね、これも議論はあるわけですね。量子力学の話だとですね、その いろんな可能性というのは確率的にあって、まあ、ただそれは量子の話なんでですね、それが、まあ、確率の低いもの同士が打ち消されるんですね。基本的にはマクロの世界では大体のことは決まってるっていう話になってくるわけで、でも細かいところは決まらないわけですね。もちろんですね、実際そうですよね。我々ですね、未来わかんないわけですね。1秒後だってわかんないですからね、まあ、その1秒後で何考えてるかわかんないんだけれども、でも突然ですね、皆さんが裸になったり飛び降りたりとかまずないってことなんで、大体まあ予想はつくわけですね。あったっておかしくないんですけど、でも多分やりませんよね。やります。やってみるとそれはそれなりに面白いんですけど、ただそれ起きないわけですね。なんで、まあ、暴露のレベルである程度決まっているんですけども、しかしですね、まあ、実際にはもう少しちっちゃなところじゃないですか、行動変わったりしますからね、変わるわけですから、なんとなく自由はありそうな気はするわけですね。で多分それはその常識の方が多分正しいという結論に達するためには、さっき言ったようなですね、科学的な世界観をですね、かなり否定しなくちゃいけなくて、それは我々の共有できるぐらいのですね、科学の常識でもですね、実は言えるんであるというですね、そうするとですね、善と悪というのはですね、実際にはあるんだ、ありそうに思うし、そして人間にも自由もある程度ありそうに思うっていうですね、そういう非常に常識的なですね、世界観に実は着地するためには、今我々の持っているですね、自由とかですね、科学とかですね、そういったものを一旦全部解体しないといけない。で、解体するのはですね、さっきも言った通りですね、なかなか全部絡まっているので難しいんだけれども、まあ、それを少しずつ解きほぐしていくところまでがこの本の次第であってですね、で解きほぐすですね、もうちょっと具体的なところはさっきも言ったように新進論法ですね、に書きますし、その我々が思っているその哲学のですね、というものですね、その西欧のですね、そのローカル性というかですね、それについてはですね、イスラムから見た、哲学という本が、書く予定であると。でも私の主張は俺カリというですね、俺の妹がカリブのわけじゃないというです、ね、そのライトノベルだったので、これ今新編を書いてるんです、実は一昨日ですね、もともとそのこれ消防車というですね、非常に硬い本屋さんから出てるんですけど、全然販売に力入れてくれなくてですね、初版も全然売り切れなくてもうね、でですね、まあそれでなんですね、今新版、6編とですね、その9版の私の書くものって随分誤字脱字が多いんですね、その辺恥ずかしいけど直してですね、でそれとスピンオフを入れてですね、新しい本を出したいんで、どうしましょうってですね、メールをですね、編集者に出したんですけど、返事が来なくてですね返事が来ないんで、もうそのまま出しちゃおうかと思ってるんですけどまあなんですけど、まあ、途中の方が、ね、実は人なんで、ね、それより深い考察はそちらの方に任せるとかですね、なんですけど、まあ、とかいろいろとですね、これからも本を書いていく予定なのでですね、一応ですね、そちらの方もよろしくお願いしますっていうか、それの宣伝なんですが、一応残りの時間はですね、自由な、まあ、ディスカッション的なものプラスサインをしますので、買ってくれる人はですね、最近本当に字が書けないとですね、名前とか入れて欲しいっていう方はですね、自分の名前だけ書いてくれれば真似するぐらいのことはできますので、と言っていただければ。で、一応ですね、この本ですね、1500円で税金なんで、本来1650円なんですけども、1600円で売りしますので、皆さん、単位売りで得をするというですね、なんでぜひ、これ持って帰るのも思ってですね、買ってくれると嬉しいです。ということで、一応、私の方からの話はここまでで、3時までですね、まあ、若干5分、10分飲めるのは大丈夫なのかな？大丈夫です。大丈夫ですね。まあ、なんで、少なくともサインはしますので、はい、じゃあどうもありがとうございました。では普通は別にバーとして皆さん司会なしで談笑するんですよね。
まあ、そんな感じでも構いませんし、あの皆さんあの好きな方どうぞ別に挙手もいりませんので適当に話しかけてください。先生お前見せるのしたくて聞いたんですけど、そうですか。今イスラムに入信するかすごいずっと悩んで、はあはあ、しようかなってところが来てるんですけど、ちょっと、ええ、キリスト教に見ねえと思って、シャハダに至ってないんですけど、まあ、先生ご自身も別の本で、ええ、ちょっと最初キリスト教と両方悩んで悩まれてるっていうのが一番あったかと思うんですけど、最終的にそのイスラムになって選ばれた理由みたいな、まあ、今日ちょっと宗教を人間選ぶもんじゃないかって思ったんですけど、その辺をちょっとお聞きできればな。もうだからあんまり選んだというあの気分もないんですけどね。過去ってあのみんなですね都合よく改変するんでそもそもあの、まあ、シャハダっていうですねシャハダをしたのは、私が、1982年かな82年だったと思うんですけどなんですけどねあの別に、そこで何か変わるわけじゃないんでですねそれよりも前も、まあ、イスラム教徒だったというような風に少なくとも今の私はですねそういうストーリーを組み立ててますので。うん、あんまりその意味がないんですね。そうですね。まあもともとその、まあもともとキリスト教とかのですね、教会行ったりしてたんでですね、そういう意味での、一神教的な信仰というのがあったんで、まあそれで、うん。まあどっちをっていう感じだったんですね。キリスト教がですね。まあでキリスト教が、一つにはまああの聖書が信じられないっていうかですね。信じられたのは内容がっていうんじゃなくてですね。あの聖書って誰が書いたんだか分かんないっていうですね。いろんな人間が書いてますんで、ね、でそのなんか信じるところが違う信じるところが違うっていうのはどういう意味かというとですね。あの当然あの、クルアンっていうのもその神からの啓示をであるっていうですね。で、その神からの啓示っていうのはあの受けた人間しか分かりませんから、その部分ではですね、あの分かんなくてもいいわけですね。これはもう本当に信仰になるんですけども、ただし、クルアンの場合ですね、それをですね、あの、預言者ムハンマドが、言った言葉であるという点に関しては、これはあの別に信仰はいらないんですよね。信仰はいらなくてですね、別にオリエンタリストもそう言ってるわけですね。で、その結果としてですね、あいつは嘘つきだったところで、ね、キチガだったというわけですけども、とにかくムハンマドの言葉であるということに関しては、あの編集とかが入ってないというですね。で、まあ、あるいはその、ムハンマドの言葉であっても、クルアンでないものもありますから、これが全部かどうかっていうのは分かんないんですね。そもそもクルアンというのがですね、預言者ムハンマドの言葉であるところが分かると。ところが、聖書というのはですね、あのそもそも、どれが聖書、いろんな手紙とかいっぱい入ってるんで、手紙って手紙ですからね、普通聖書じゃないわけですよね、当たり前ですけれども。で、その、創世記とかだとですね、あのアダムの話が出てくるわけですけど、これもですね、あの一応そのユダヤ教の信仰だと、あれはあの、そのことをですね、後で、モーセが神から聞いたというふうになってるんですけど、そんなことどうにも書いてないわけですよね。そのモーセが聞いたということすら書いてないわけですから、でそれどこに書いてあるんだっていうと、どうにも書いてないわけですね。なんでですね、本当にたくさんの人間が書いたものであって、でしかもそうじゃないもの、うん、でそのうちをどうやって選んだのか、それすらも分かんないというところでですね、その一つ一つを全部信じないといけないわけですね。誰だか分かんない作者のですね。でこれは、神が言ったものであると。しかも、まあ、他にもある手紙が、それがあの聖書でないことについてもですね、それを一つ一つですね、というようなことをやっているとキリがないんでですね、まあ、そもそもあの聖書があの検討に値しないっていうですね、まあ、そういうことだったっていうのがまず一つにあるし、もう一つはですね、あの聖書大変な、真面目にですね、あのイエスに従おうと思って大変なんでですね、まあ、そもそも十字架かかってますんでね、あれ嫌だなと思って嫌ですよねっていう、いや本当にちょっと考えただけで嫌ですね。いや、でもクリスチャンの中でそれやる人もいるんですね。あの特にフィリピンの中では結構で、ね、本当に時間かかるんですよね。とかやるんです。まあそこまでやる人がいるんであればですね。まあそれはそれなりに間違った信仰だと思いますけども、それはそれなりにいいと思うんですけど、そうじゃなくてですね、ああいうことは当然やりたくないしと思うんで、当然あのイスラムの方だとね、あのまあ、断食とかね、礼拝とかそれなりに大変なんですけど、まあ十字架にかかるに比べればですね、ずっと楽さんでですね、まあ。まあ、これぐらいだったらできるかなと。いや、実際その1年前にあの当時をですね、
1年前のそのラマダンというですね、ちょうどの夏の8月だったんですけど、一応やってみてですね、あ、できるなと思ってですね、じゃあやろうかという、まあそういう感じだったんですね。まあ、ですから今にして思うと全て間違いっていうかですね、まあそういうことじゃ全然ないんで、なんで、まあ導きがあればなりますし、っていう話ですから、まあ、導きがあるようにおいでにしてますので、はい。はい。